ギャレット・モータースです。今回はグラスホッパー2のノーマルスパイクタイヤをデュアルブロックタイヤ K というタイヤに交換したいと思います。タイヤの交換はすぐにできそうなんですけども、グラスホッパーやマイティフロッグに関してはですね、アダプターが特殊なために、最近の六角になっているホイールがそのままではつかないんですね。そのために最近バギーカーにあるホイールを、この六角をつけるためにアルミホイールアダプターというものをつける必要があります。このアダプターをつければ六角になっているホイールが選べて、いろんな種類のタイヤがつくようになります。これはもちろんグラスホッパーも、グラスホッパー2、ホーネット、マイティフロックなども、このアダプターが必要になります。それでは、このタイヤの交換と走行動画を始めたいと思います。それとタイヤはですね、氷、デュアルブロックタイヤ K、オプション番号11865418 5ます。このオフロードディッシュホイールタイヤ K、 定番なんですよね。で、見てるとこのタイヤはインナーも入ってますね。で、もともとついてたグラスホッパー2のホイールとタイヤはめちゃくちゃ硬いんですが、このオフロードディッシュホイールとデュアルブロックタイヤは割と簡単につけれましたね。ちょっと硬いっていうぐらいで割とスムーズにはめれます。これは接着剤などを使った方がいいとは思います。つけるんですね、多分ね、接着剤。でもこのままでも走れそうなので、ちょっとね、掃除とかいろいろ考えると今回はちょっとつけないで行ってみようと思います。タイヤについては結構強引にはめちゃってましたけどね。で、今までグラスホッパー2に使われていたタイヤが左側で、右側が新しいデュアルブロックタイヤですね。で、タイヤのサイズ自体はもう明らかに違うんですけども、もうかなりスパイクタイヤの方は小さいのは目で見てわかりますよね。どのくらい違うかはまあ今測ってみたいと思いますけども、持った感じちょっと全然違うなっていう感じはあります。スパイクタイヤは79ぐらいですね、直径がの大きさになってて79ですね。で、デュアルブロックタイヤはおおよそですけども87ぐらいですね。8ミリぐらい違うんですね。まあこのタイヤで8ミリっていうのは結構違いますよね。で、重さについてはこちらが47g ちょっと、 47.18 で、デュアルブロックが 65.1。重さはやっぱりデュアルブロックの方が大きいですね。で、インナースポンジも入ってて、なんていうんですかね、インナースポンジの役目的にはやっぱり路面、硬い路面に強そうな印象はありますけど、一回、まあ、とにかく走行をしてみて判断するしかないかもしれないですね。で、タイヤの取り付けにはタイヤのサイズとタミヤっていう刻印があるんで、それが外側につくようにはめるって感じですね。はい、向き合わせた方がやっぱいいですよね。まあそれに合わせてメーカーさんも作ってると思うんで、
コリンはですね、結構しっとりとしてて、インナースポンジもあるんで、全く印象が変わりますね。それで、コリンをデュアルロックに変えるときに使う、六角のアダプターについてるこのシャフトがあるんですけども、これがですね、ちょっとタイヤが緩んだ時に、ずれ落ちたりとかしやすいので、ちょっと気をつけたいですね。まあ、グリスをつけておくことが多いので、それなりにこう、摩擦が起きて、取れないんですけど、小さくて、このパーツだけを買うとちょっと割高なので、なくさないようにちょっと注意がしたいなと、私も何度かなくしたことがあります。で、後輪だけデュアルブロックタイヤに今付け替えたところですけども、後輪のタイヤ全体が大きくて重くなってるので、どうしても前輪とのバランスが見た感じですね。ちょっと前輪が細すぎる、小さすぎるなっていうバランスに見えちゃうんですけども、後輪をデュアルブロックタイヤにするときは、前輪も基本的にはタイヤを変えた方がバランスは良くなるんだろうと見た感じ思いますね。これでまあ、今回は一応純粋にスパイクタイヤとデュアルブロックタイヤ、後輪だけを変えて走行の変化を見たかったので、そこまでにしてあるんですけども、見た目のバランスは少し悪いですね。やっぱりピースパイク、最初についているスパイクタイヤは、ちょっと、一回り小さいんで、その段階でもやっぱり、太くタイヤと前輪が細いみたいな、こう、バランスだったと思うんで。この辺は前輪も変えての走行動画をその人に撮って、今、並べてみるとわかると思うんですけども、大きさが結構違うんですよね。ヤルブロックタイヤの大きさがこう見ると、一層わかりますよね。まあ、タイヤが大きければいいわけじゃないと思うんですけど、接地面が増えるし、路面を捕まえやすくなるのではないかなと、単純に。素人ながらは思います。まあ、その分、モーターパワーがないと、タイヤを、早く、合わせないのかなとも、思いましたね。このアスファルト、デュアルブロックタイヤは、とんでもなく、いいですね、やっぱりね。カーペットとかこういうアスファルト路面ではものすごく変化を感じます。いい意味ですね。スムーズでしっとりする感じで走行できた印象です。それに対してダートはですね、割と手こずるというか、なんか路面の食いつき非常に悪い印象を受けました。やはりデュアルブロックタイヤ K は固めの路面がメインなのではないかという印象ですね。今動画で見てるようなぐらいのダートでも、下手するとノーマルのスパイクタイヤの方が走らせやすいという、走らせやすいっていうのは特にカーブとかちょっとコーナリングがデュアルブロックタイヤの方が操作しにくいという印象を受けましたね。今回グラスホッパー2の後輪タイヤを、もともとついてるスパイクタイヤから
デュアルブロックタイヤ K というインナースポンジが付いたものに交換しました。ホイールもディッシュホイールというものにして走らせてみましたけども、印象としては硬い路面、まあアスファルトとかちょっと地面の硬めしっかりとした路面ではデュアルブロックタイヤ K はものすごく走行性能が上がってるなと感じました。その反面、ちょっと滑るような砂利など今回のダートっぽい走行ではもともとついていたスパイクタイヤの方が走行しやすい、走行しやすいというのは路面の食いつきが標準のスパイクタイヤの方が緩めのダート路面ではいいというふうに感じました。で、これはおそらく誰もが感じるのかなと思いますけども、後輪のタイヤをもう一種類そちらも入れてダートとアスファルトの比較を今度はしてみようと思います。ご視聴いただきありがとうございました。